マスクのエリアもザクのエリアもやられた。次はここに来るぞ。閉めろ、エーモンを閉めるんだ。ほら、道を開けろ。死刑隊に用がある。二人合わせて8000ジュドルの賞金首だ。金はいらねえ。そいつらの身につけているものをもらおう。隊長、連れてまいりました。その固めの馬に乗った男を倒せば一つのエリアをくれるというのだな。約束しよう。ケンシロウと呼ばれる男を倒せばその地位を与えてやる。悪くない。あいつも喜ぶだろう。お前たち、その男の首は俺がもらう。失せろ。この野郎、でけえ口叩きやがって。お前ら、女はいるのか。そんなもんいるか。なら気兼ねする必要もないか。恨みはねえが、貴様の首もらい受けるぞ。何のために？これのためだ。ケンシロウとか言ったな。お前、女はいるのか。ま、どうでもいいか。安心してお前をぶち倒すことができる。行くぞ、2枚目。やるぞ。まぐれだろ。お前の首は必ずこのアインが取ってやるぜ。覚えとけ。バカな、あの賞金稼ぎを赤子扱いに。誰か奴を止めろよ。めんどくせえ。そいつらはわしの催眠術で強化されている。わし自ら戦うのは面倒だから嫌だ。面倒だな。わしが相手をしてやろう。ふむ、歩くのも息をするのも面倒で嫌だ。今すぐに楽にしてやる。
上の賞金もまた上がる。アイ、賞金組どもがアスカを狙って。な、何？アインがアスカって女のために賞金稼ぎをやっているのは有名な話だ。ならば、その女をこっちが奪っちまえばいいんだ。あてめえら！前に嫌がる。このままではアスカが危ない。ここは俺たちが引き受ける。急げアイン。アスカ、もう大丈夫だ。誰にもお前を渡しはしない。見ていろアスカ、俺はあの男をつけ回す。お前のためにな。俺の命はお前の幸福のためにある。誰だ？貴様、確か賞金首の手配書に。そうだ、俺はバット。なぜ剣の後をつけてくる？知れたことよ。奴の首をもらう。この拳でな。惜しいな。その拳ならば剣を倒さずともエリアの一つぐらいはどうにでもなるだろうに。ついてこい、エリアを取らせてやる。何がエリアを取らせてやるだ。いきなりこんな場所に放り込みやがって。侵入した場所が悪かったな。しかも仲間とも分断されちまったし。ま、こうなったら仕方ねえ。縦に分かれて分子霊のとこで合流だ。賞金首になっちまうじゃねえか。おい、てめえ、測ったな。おい、相手はあっち。戦うか死ぬか、どうするよ。バットとか言ったら、この肩きちっとつけるからな。指令の部屋の門はロックされた。おい、そっちに何か仕掛けはないか。バット、門を開ける制御盤を見つけたが、敵が多くて手が出せない。援護してくれ。でもこっからじゃ攻撃が届かねえだろ。あそこにガスタンクがあるが。それだ、そこにあるものを投げ込めば。アイ、そいつでガスタンクを爆破してくれ。
る部屋の門を開けるぞ。バット、先に向かってくれ。俺たちも続け。やっと会えたな、天使で。このエリア、俺たち北斗軍がもらうぜ。よっ、なに、せーの、この反逆者の目、残らず復活してくれるわ。おい、バット、てめえの仲間が来てねえぞ。なんかあったんじゃねえか。あの仕掛けを壊せば、門は開くはず。行こう、仲間が心配だ。仲間がこの壁の向こうに閉じ込められている。アイ、あんたの拳で何とかしてくれ。てめえもなかなか熱いじゃない。下がってな。エリアを奪って次はシティの大軍が押し寄せる。その次は中央の軍だ。いくら倒してもキリがないんだよ。あん時は中央の軍を潰せばいいんだ。もうすでに反逆の狼煙は上げられた。俺たちには剣がいる。あとは突き進むだけだ。どうだ、見事に取れたろ。わからねえ、なんでこんなことやるんだよ。ったく、あんたこそなんで賞金稼ぎなんぞやってるんだ。俺には大事な娘がいるんだ、そのためだ。だけど賞金稼ぎの娘は賞金稼ぎの娘でしかない。俺はそんなの嫌だね。こんな時代だ、生きてたって死んだってどっちみち同じだ。だったら自分の好きなやつのために世の中を変えてやる。バット、どこにいるの。リン。ははは、次はシティだ。よかろう、お前のために歴史を作ってやろう。アスカよ、お前が父を語るとき胸を張って誇れる歴史をな。アスカを頼む。一体どこへ。永久反逆者収容所。かつて俺は中央反逆罪に問われた二人の賞金首を収容所に送り込んだ。そいつらをシャバに出せばとんでもない爆弾になる。おい、それじゃ収容所破りを。